ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介するお車がポルシェ911カレラ S カブリオレ2019年式7900キロ、こちらの車両になります。土方さん、ポルシェ多くないですか？多いですね。はい。と思ったらそういう時期なんですね。多分そうなりますね。出てちょうど2回目の車検の車なんかももうぼちぼち増えてきて、はい、あと992.2 も発表になったということで、うん、まあ、市場が結構こう活気があるというか、動いてますね。まあ、いろんな個体が出てきて動いてるということで、うん、まあ、今買い時でもあるんじゃないかなと。あると思いますね。はい、というわけで、うん、いつもは割とこう車の紹介、はい、多いんですけども、今回は非常におすすめ車両ということで、はい、この車をおすすめしたい動画でお届けしたいと思います。でまず一番最初、はい、セールスポイントからなんですけども、うん、まあ、なんといっても低走行かなと。そうですね、距離少ないですね。意外と距離多い車が、そうなんですよ ね、はい、市場に出回ってるんで、1万キロ台2万キロ台なんかは、まあ、年式的にも、はい、まあ、結構経ってるんで、はい、まあ、割と距離多い車多いんですけど、うん、今回の車はなんと1万キロ未満ということで、うん、非常にコンディションもいいと、うん、あとオプションが結構入ってる。そうですね、めちゃくちゃもう盛りだくさんというわけではないんですけども、必要なオプションがまあなかなか入ってる個体、うん、そしてあとは今回の車プチカスタマイズがしてあるということで、はい、もう絶妙にニュアンスを変える感じのカスタマイズがしてあると、はい、でなかなかこうコテコテにいじってると次のお客様乗りづらかったりとか、うん、まあ、好みが分かれる場合もあるじゃないですか、はい、そんな中今回は割とこうライトにいじってある感じなので、まあ、多くのお客様に選びやすいのかなと。そしてあとは当社ユーザーの買取車両ということで、はい、そこ結構大きいんじゃないかなと。そうですね、はい、でもちろんそのオークション仕入れとか、うん、一般ユーザー様からの買取とか、まあ、全然ダメっていうわけではないんですけど、まあ、当社のユーザー様からの買取だといろいろお話できることが、はい、まあ、多いのかなと。こんな環境で使ってましたよとか、そうですね、こんな感じで保管されてましたよとか、はい、まあ、あとはこういうカスタマイズがしてますよっていう、うん、まあ、詳しいお話ができるっていうのはセールスポイントじゃないのかなと、うん、まず車の概要のところ振り返りたいんですけど、992って2018年発売なんですね、はい、カブリオレが2019年からということで1年遅れて発売になって、はい、でその時に出たのがカレラ S からなんですね、はい、意外にカレラが出てカレラ S っていうなんか先代がその順番だったんですよね、はい、で992はカレラ S が先に出てるということで、それから半年遅れてカレラが出てるんですね。なのでちょっと順番が僕の中でもごちゃになってたんですけど、はい、まあ、先に出てるということで、まあ、ポルシェ的にもカレラ S 推しでスタートした992なんですけれども、はい、カブリオレ台数めっちゃ少ないですね。少ないですね。なんでですかね。雑誌だったりその記事でネットの記事で書いてありますけど、コロナ禍の影響も受けてるので、だからちょっとその辺もあんのかなとか。なるほど、はい、思いながら中古車情報サイトバーって見たら、うん、まあ、大体クーペ、うん、まあ、あとクーペにタルガが入ってるケースが多いんですけど、だいたい300台ぐらい、カブリオレは40台今日現在ということで、まあ、非常に台数も少ない車になってくると、うん、はい、あともう一つはポルシェの歴史、特に911の歴史は、うん、まあ、このスタイリングもそうなんですけども、実はカブリオレの歴史でもあるんですよね。そうなんですよ、はい、そうなんですよね。そこなんですよ。なんと初代の930、まあ、初代は901でしょっていう、まあ、ツッコミはさておき、はい、うん、初代の911、もっと遡れば911のご先祖様の356時代からカブリオレがあるんですよ、はい、そうです。でこれって結構大きいと思うんですよ、はい、カブリオレにできる車を作りましたと、うん、あとカブリオレを前提に作った車はちょっと意味合い違ってくるんじゃないかなと、はい、で特にそのボディの剛性だったりもすごく影響する部分じゃないですか。なので、まあ、その辺もカブリオレとしてかなり優秀なんじゃないかなと、うん、であとは彼らと彼ら S、はい、皆さん悩まれるところ多いと思うんですけれども、うん、違いをバッバッバッと紹介すると、はい、まあ、まずホイールの違いだったりだとか、はい、あと PASM に関しては99に全部全車標準標準になりましたね、はい、であとはブレーキがやっぱり4ボット6ボットの違いがあったりだとか、はい、あとはもう一個大きいのは PTV、うん、ポルシェトルクベクタリングが標準装備になるんですね、はい、そうなんです。 S 以上は標準になってますね。で結構この辺悩まれてる方多いみたいで、PTV って検索すると検索候補に必要っていう出てくるぐらいなんで、はい、まあ、今回なんと試乗できるということなんで、はい、まあ、その辺もどこまで分かるか分かんないんですけども、うん、乗ってみたいと思います、はい、であとはまあ大きなところといえば、うん、そのタービンが違って馬力が彼ら比かなりアップしてるということで、うん、まあ、その辺なんかも試乗で確認したいと思います、はい、でまずエクステリアからなんですけども、うん、今回はもう何台もポルシェをご紹介してるんで、はい、まあ、オプションチェックっていう感じで、そうですね、いいですかね、はい、で車の方がエクステリアの方がジェットブラック、はい、メタリックメタリックですというわけで真っ黒黒の外装、そして今回の車プロテクションも、はい、ボンネットと
バンパーに施工されているということで、はい、まあ、非常にコンディションがいいんで、まあ、傷も少ないんですけども、そうですね、さらに守られていると、はい、であとヘッドライトにも、はい、ヘッドライトも貼ってあります。施工してあるんですね。この辺も傷ついたりすると高いですから、飛び石を結構受けますからね、ポルシェは、はい、でそしてヘッドライトも今回一番高いやつということで、はい、このポジションがこう横長のやつですよね。そうです、 PDLS マトリックスライト、はいはい、こちらもついてると。であとはタグッと横に回ってきまして、ホイールの方がオプションのスパイダーデザインのホイール、はい、RS スパイダーですね。そうです。でこの色が、うん、あれこんなの見たことないなと思ったら、はい、これペイントされてるんですか？ペイントしてますね、はい、これは前のお客様が、はい、前のお客様、まあ、ちょっと私が担当してたんですけど、ノーマルのままではちょっとつまんないかなって。でもまあ、駐車場とか住環境であまりこう車高を落としたり車外のホイールを入れたりっていうことはできなかったので、じゃあちょっと色だけ変えてみましょうかっていうので、いろいろ試行錯誤してこの色になりました。これまたなんか絶妙な色合いですね。そうですね、明るすぎず暗すぎずみたいな感じですね。純正でありそうな感じ。そうですね、所有されてたお客様もなんか話しかけられることが非常に多かったということで、はい、車外なんですか純正なんですか、純正のオプションでこれあったんですかみたいなことをよく聞かれるようです。というわけでこちらのなんていうんですかね、なんていうんですかね、グロスのブロンズっぽいですね。ちょっとクラシックさもありつつ、はい、はい、ただツヤツヤなんで高級感もありつつ、そうですね、これがもうちょっと明るくなるとキャラメルみたいな色になっちゃう。あ、なるほどなるほど、はい、でもプラスアルファまたここから色変えていただいたりして、うん、もちろんです、楽しんでいただくこともできるのかなと。そうですね、はいはい、そして今回非常に巨流スということで、タイヤは純正装着のこちらのタイヤ、はい、そしてあとはブレーキがカレラスということで6ボット、うん、でキャリパーが結構注目されがちですけど、ローターもすごく大きくなるんですよね、はい、で彼らだと330倍なんですけれども、彼ら S になると350倍ということで、はい、ググッと大きくなる、うん、だからブレーキ性能もかなり違うのかなと。だいぶ違うかもしれないですね。もともと素性がいいですからね、ブレーキなんかは、はい、そしてあとは今回カブリオレということで、うん、このボディ、はい、やっぱりもう歴代、まあ、長いこと作ってるメーカーですから、うん、はい、もうこの絶妙なスタイリングじゃないでしょうか、うん、であとはもう一つ99になって、これカブリオレにもつながるところなんですけど、ボディの進化がすごいんですよね。もう外装もうほぼ全てアルミ、そしてですね、うん、なんと先代991の時代はそのアルミじゃない素材も、使用率 63% ぐらいで割と使ってたんですけども、うん、なんと99には、はい、30% だけらしいです。おお、ほぼフレームのところもアルミということで、でこれがですね、はい、ポルシェって3分割のプラットフォームじゃないですか、うん、はい、前キャビン後ろ、はい、でそれがつなげたりとかするのに、うん、まあ、特に剛性が必要で、特にカブリオレなんて、うん、まあ、いろいろこうやらないと剛性が保てない、はい、でなおかついろんな素材を使ってるんですよね。なるほど、まあ、アルミもそうですし、はい、まあ、そのキャストのやつを使ってたりとか、なんか押し出し材のやつ使ってたりとか。なるほど。でこれプラットフォームの絵があるんですけど、うん、特にクーペだとここキャビンのこの穴というか、はい、そこを支えるところに非常に強度のあるものを使ってるそうです、うん、あとその3分割のプラットフォームのそれぞれの接合部、うん、はい、で特にこのドアの一番前のところがかなり強度が取れるように、スチールの素材を使って、キャストのスチールらしいですよ。すごいですね。だこれ内装チェックで見てみたいんですけど、はい、確かにちょっとこう軽く触ると音がもう全然違うんですよね、響く音が。特にその前回りのピラーの下とピラーの剛性がすごい、もう全く響かない剛性が非常に取れてる、うん、こんなボディだと。であとはリア99に有名なところですけど、はい、ワイドボディの区別がなくなったということ で、 そうです、ね、4駆2駆関係なくこの幅なんですよね、はい、そして後ろも同様にこちらの RS スパイダーホイール、そしてリアのローターの方が確かでかいんですよね。でかいですね。フロント350倍、リア360倍ということで、うん、続いて後ろに回ってきまして、うん、後ろも少しカスタマイズがしてあるということで、はい、そうですね、このエクスクルーシブデザインのテールランプ、はい、これはもちろんオプションのものなんですけども、うん、これが後から、そうです、もともとついてなかったんですけど、前オーナー様のご要望でこちらの方をつけました。でなんか聞いたらここがクリアになるのもそうなんですけど、はい、本来はこっちもクリアになるんです。そうなんですよ。ただパーツ供給の関係で、はい、なかなか手に入らない。手に今手に入らないですよ。でメーカーもずっと欠品中で、ずっとオーダーをかけてるんですけど、まだ入ってきてない。多分新車装着の方に回されてますよね、おそらく。間違いなく、はいはい、というわけで、まあ、今後変えていただくのも全然できるのかなと、はい、で今回のお車は、うん、赤のまんまなんですけど、これちょっとスモーク、うん、ちょっと一回軽く
黒くしようかっていうことで、まあ、真っ黒じゃちょっとあれなんで。これが糊じゃなくてフィルムなんですよね。フィルムです。だ剥がして貼り替えもできますし、はい、そのままでもいいですしね、どちらでも。そしてそれに合わせてこのバンパー側のリフレクターもワントーン落として少し黒めになってると。はい、あとはこちらのロゴ、うん、ロゴですね。こちらも後からペイントした黒のロゴになってると。そうです。あとはここのポルシェのね、ここも色が入ってるんですね、はい、ここも色入ってます。これが絶妙なガンメタって言ってるんですか。そうですね、ちょっと濃いめのシルバー、はい、まあ、ちょっとあの私個人的にも好きなんでいつもやるんですけど、キャンディーのスモークなんで、はい、ガンメタっぽく見えてます。これ分からないぐらいの絶妙なさじ加減ですね。そうですね。でノーマルが来ると明らかに光ってるじゃないですか。なるほどなるほど、はい、なのでそこでこうワントーン落とす感じのイメージです、はい、というわけでこの辺も手が加わってると、はい、であとなんかマフラーの出口も、マフラーエンドもグロスブラックに塗ってます。なんで全体的にこう統一感で、なぜかというとここ樹脂じゃないですか、はい、でこっちがあのメタリックなんで、はい、ちょっとこうトーンバランス取るのにここを、グロスブラックに塗りました。なるほど、はい、で今回のお車はスポーツエキゾーストはついてないんですよね、うん、ついてないです。でその代わりに、うん、あのバルブコントロールできるモジュールがついているということで、はい、そうですね、あのリモコンで開け閉めもできるということなので、はい、排気音の方もこの後チェックしてみたいと思います。はい、続いてインテリア見てみたいと思います。はい、でインテリアが今回はこのツートンのレザーになっていると、はい、黒とこのボルドーの、はい、ダッシュ上だったりだとかドア上なんかが黒で引き締まった感じ、うん、そして中は結構これ派手めですね。そうですね、ただらしさがあるかなと、はい、というわけでこんな感じのインテリア。そしてシートの方が今回 14way のメモリー付きのシートになっているということで、はい、そしてあとはオプションとしてはベンチレーションが付いているのと、うん、はい、まあ、あとは皆さん必須オプションスポクロもしっかりついてますし、まあ、スポクロついてるとあれなんですよね、加速が違うんですよね、モード切り替え、はい、なので0100なんかのタイムも変わってくると、はい、であとは BOSE のサウンドシステムも今回ついてたりとか、あとはトリム類に関してはブラッシュドアルミニウムということで非常にまとまったインテリアになっております。続いてエンジン見てみたいと思います、はい、とは言ってもこの開き方なんで、そうなんですよ、絶妙な光景になってますけれども、はい、一応エンジンの方が3リッター水平対向6気筒ツインターボ、はい、これがあの先代の991.2 のエンジンのリファイン版、形式的には EA9A2 エボっていうのになってるらしいです。吸気のレイアウトなんかが大幅に見直されて、インタークーラーがこのフェンダーのところにあったのが上に持ってきて、まあかなり出力的にも稼げるようになってるそうです。で馬力の方が450馬力トルクの方が530ニュートン、でこれに組み合わせるミッションの方があの1速アップした8速 PDK、うん、でこれ ZF 製みたいですね。おー、でなんとこのミッションの方が、うん、あのトルク容量がめちゃくちゃ余裕持たせてあるみたいですね。ミッション自体のトルク容量がなんと800ニュートン、うん、でミッションと一体になってるデフの容量に関しては1000ニュートンまで、うん、まあ、一応受け止められるらしいです、はあ、ドイツ行った時にそうなんです、ね、はいはい、9FF 僕と土方さんと行かせていただきましたけども、はい、あの壊れないって言ってたんですよね。ノーマルでいいんだからって、はい、びっくりだよね。それが受け止められるってかなりすごいな。そしてこちらのミッション、あの、うん、マックススピード的には6速でマックススピードの設計らしいです。300キロぐらいですかね、はい、78に関しては、まあ、燃費稼ぐ巡航ギアになってるということで、なるほど、はい、まあ、今回は多分そっちの事情になってくると思いますけども、はい、そしてスペック的には0100 3.7秒、うん、マックス306キロということで、はあのカブリオレで300キロオーバーなかなかだと思うんですよね。であのその辺の関係でカブリオレのあのホロの合成もいろんなことをしてアップしてるそうです、うん、でスポクロなしよりコンマ2秒早いと、うんうん、はい、そしてあとはもう一つその PTV、うん、ポルシェトルクベクタリングのところなんですけど、これマニュアルと、はい、あの PDK で仕組みが全然違うみたいですね、はいはい、なんでその辺は市場でご紹介したいと思います、うん、続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。さあ、じゃあ土方さん行きましょう。行きましょう。そしてですね、ちょっとそこの素材の部分なんですか。あのこの辺が全然こことこことはい、そうだよ、こことこことここで、はい、教えてください、はい、座ったままで大丈夫です。いいんですか。大丈夫です。偉そうになっちゃう。はい。で本当はダメですよ。本当はダメなんですけど、はい、これちょっと叩くと、うん。あ、
そう全然違うんですよ。特にこの A ピラーの付け根がもうめちゃくちゃ硬いのが、うんまあ、もちろんいろんな接合部があるんであれなんですけど全く違うみたいです。全然音が響かなかった。そうなんですよ。なるほど。ちょっと音がどこまで通りでよく分かんないですけど。そうですね、はい、はい。ではじゃあこれでお願いします、はいはい、でそのいろんな素材を使ってるんで、はい、あの大変らしいですよ。何が？要は素材、うん、違うもの同士ってくっつけられないじゃないですか。はい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 、はい、それをいろんな接着剤使ったりリベット使ったり、うん、溶接使ったりそのなんかあと摩擦溶接 あれ使ったりして、はい、あの組み立ててるらしいです。なるほど。だから普通の車の数倍ボディに、うん、あの大変らしいですよ作るのが。はあ。だ結構ボディのそういうなんか進化というかってあんまりこう表に出ないじゃないですか。分かりづらいもんね。けど実はもうボディがめちゃくちゃお金かかってるっていう。なるほど。まあ、ポルシェの場合そのリアエンジンのとことかこうスタイリングとかそっちにこうフォーカスされがちですからね、うん、はい、はい、というわけでいきましょう、うん、とりあえず屋根開きでいいですか。じゃあいいですよ。参ります。いきましょう。はい。うわ、これ 15A のシートってこんな下がるんでしたっけ。はい、めっちゃ低い、うん、全然あの調整幅変わりますよ。でなんかあのカレラ S の方がタービン大きいということで、はい、なんか出力の出方が少し違うみたいです、ね、ああなるほど。あのカレラの方がやっぱりタービン小さいんで、はい、下からそのピックアップのいいエンジンになってるそうです。なるほど。だからあの彼らも正直、まあ、コンピューターチューニングスとかすれば全然450超えてくるじゃないですか、うん、ですね。ただメーカーのそのタービンまで違ってとはまたやっぱり意味合いが違ってくるんで。確かに、まあ、キャラクターが明確に違う、うん、特性全く変わっちゃうもんね、はい、というわけでちょっと偉そうに PTV のところ講釈垂れそうになりましたけども、はい、どこまでお伝えできるかわからないです、はい、なんかマニュアルだと、はい、単純にその機械式のデフで、うん、あのイン側のブレーキ掴んでこう、はい、回す回りやすくするっていう仕組みらしいんですけど、はい、あの PDK だとそのデフにクラッチも入ってるらしいですよ。おだからよりその内側イン側、うん、アウト側のトルク配分がより緻密にできる、うん、なるほど。まあ、機械式のデフでももちろんそのこっち回らない分外側回るようになるんで、はい、まあ、できるんでしょうけど、まあ、よりそれができるらしいです、うんうん。ポルシェがだから PTV VS PTV プラスっていう記事を出してるぐらいなんか注目のポイントらしいです。なるほど、はい、早速スポーツでいきましょう。じゃあ、はいはい、では参ります。いきましょう。気持ちいい十分速いですね。気持ちいい十分早い。そしてバルブが開いてるんでめっちゃいい音しますね、はい、いやもう記事書いてんの分かったんですけど、はい、もうスーパースポーツ、うんうん、特に992になってから、うん、このボディの進化とエンジンの進化で、はい、スポーツカーをもう完全に超えている、うん、気持ちいいな。やばいな。あの今こういう状態でちょ皆さん分かりますかね。僕とかツッチの髪の毛の揺れほぼほぼ巻き込みを感じないです、はい、気持ちいい。本当に頭上部ちょっとこうちょっとね、はいはい、だ日差しはやっぱり暑いんで。そうですね、はい、もうちょっと涼しくなってくれると気持ちいいんですけど ね。あとこの風切り音はやっぱり結構入ってくるんで、はい、ただあんまりここのこの車内空間の空気の動きは本当にあんまりむしろエアコンの風の方が感じるぐらい。そうですね本当に、うん、で99にはこの電動のウィンドウディフレクターがついてるから使いやすいですよね、はい、です。これすごくいいですね、うん、いや気持ちいい、うん、そしてあと4だとやっぱりフロントあの書くのもそうなんですけど、はい、やっぱりデフとアクセルがついてんで50キロぐらいなんか重たいみたいですよね。ああなるほど。まあそれはしょうがないね。フロントのその駆動があるのもそうなんですけど、うん、まあ、接地感だったりだとか、うん、フロントの動きも全然違ってくる、うん、だその辺はまあなかなか乗り比べるって、まあ、ディーラーさんで新車とかあれば別ですけど、はい、ないと思うんですけど、うん、特にあの加速の時、うん、2駆4駆の差はっきり出ますよね、うんうん、4駆の絶対的なこう安心感もいいですけど、はい、肉のこの蹴っ飛ばして進む感じいいですね。そして先ほど土方さんも触れてましたけど、うん、まあ、あのカブリオレなの本当にあの忘れるぐらいボディがしっかりしてる、はい、すごいですね。
結構あのカブリオレの車ってこう段差降りる時とか、はい、ミシミシって言ったりする車も少なくないじゃないですか、うん、だからその辺がだからめちゃくちゃしっかり作ってあるなっていう、うん、だ一言でカブリオレって言っても、うん、その一番最初にも触れましたけど、はい、もうカブリオレ前提で設計されてる車もあれば、はい、カブリオレにできるように補強してる車もあるし、うん、もうあとはその構造上、はい、例えばマクラーレンみたいにもうバスタブで、うん、もう上側あの合成いりませんよ、まあ、いらないってことはないんでしょうけど、あの下側だけでもともと合成取れますよっていうののカブリオレで全く意味が違うと思うんですよ。そうですね、だってずっとカブリオレ使ってるメーカーもないっすよ、なかなか。なんかあの屋根空きというか、その屋根空きからってことはないですけど、でももうずっと作り続けてて、そのまあ、ツッチーとも雑談の中でちょっと出ましたけど、もともとそのアメリカ対米輸出でカブリオレがその安全性を担保できないからダメだよって言われた時に、ポルシェ何がすごいって、タルが作っちゃいましたからね。作っちゃうんだよタルが。ロールオーバーバーを。そう入れて、そこまでしてなんかオープンモデルをアメリカにも届けてやろうみたいな意気込みがすごいですよね。まあ、その名残で今もモデルラインナップの中でタルが生きてますけど、今現状のカブリオレの合成であればどこの国に持って行っても当然問題ないので、すげえなーやっぱり。あそこの C ピラーのとこがボンって出るんですよね。はい、そうですね。横転時は。うん。PTV は、はい、分かりません。そうですね、はい、気持ちいいな、うん、いやだから本当に年に1回でも2回でも、はい、この体験というか経験体験ができるのって、はい、もうクーペじゃ絶対無理じゃないですか。そうですね、ぜひ一度で、特にまあ、台数も、はい、まあ少ないのは少ないですけど、確実にあるじゃないですか、うん、ありますね。でもあんまりリセールの話はやっぱり中古車なんてできないんですけど、うんうん、まあ、経験則から言うと、はい、まあ、割と残る。そうですね、はい、でちゃんと需要もしっかりある、うんうん、よくその耐候性とか、その雨はどうなんですかとか、高速どうですかとかっていろいろ言われるんですけど、まあ普通のクーペ乗ってるのと遜色ないので、別に、あとは雨降った時にパタ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 雨音がちょっとするとかっていうのはありますけど、気になるレベルではないので、あの今時のこの辺の高級車だったりスーパースポーツカーだったりっていうのは、あのネガティブなイメージを持たれる必要はないのかな。で特にこの個体で言うと、ソフトトップがブラックじゃないですか、はい、なので遠くから閉めた状態で走ってくるとクーペっぽく見えてしまうので、近くに来て、あ、ソフトトップなんでカブリオレなんだなっていう感じ。確かに今回の車は屋根黒ですからね、うん、そうなんです、はい、これお好みが分かれるところかもしれないですけど、でもソフトトップあからさまに存在を示すよりはなんとなく普通の、おー、いいですね。いいっすね。なおソフトトップもボディ同色が、同色というか同系なんで、はい、はい、そういった意味では派手じゃないかな。確かに開けた時にここ一番っていう時に中のこのボルドーの色が入る。そうですね、はい、でステッチも入っていてっていう。で例えばね、何ですか、関東の方であれば箱根だとか軽井沢だとか那須だとか、気持ちいいですよ多分開けたら。絶対気持ちいいですよね。はい、そうなんですよね。ドイツ車、うん、特に高年式のドイツ車って、うん、このソフトトップがめちゃくちゃ優秀、うん、はい、優秀ですね。でも高級車になればなるほどそのレイヤーって言って何層構造にもなってるから、はい、割とその静粛性も高いし。そうですね、昔のそのホロ車みたいにあの雨降ってボタ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 っていう音もないですからね。だいぶ抑えられてるし、はい、で当然その保温性も高いし、うん、で意外とそのオープン好きの僕から言わせてもらうと、最近のドイツ車って大体が3レイヤー以上なんで、はい、あの真夏に炎天下で車を置いといて天張り触ってもそんな熱くなってないんですよ。あ、なるほど、だからなんか逆にこう、あ、いいなっていう感じはあります。まあまあ普通の鉄板の、鉄板というか普通のボディのクーペも
ね、あのちゃんと吸音材だったりとか、断熱材だったりとか断熱効果っていうのを考えてるから熱くなることはないですけど、昔と違うんで。でもカブリオレもそれに負けてないなみたいな。まあ、最近だと本当にあの各国の車がグローバルモデルにみんななってるんで、はい、まあ、あんまりその国ごと の, そのカブリオレのキャラクターってないですけど、もともとはアメリカとヨーロッパでそのカブリオレ の, その意味合いが全く違ったんですよね。あ、そうですね、はい、アメリカってその必要な時だけ閉める、はいはい、で逆にヨーロッパとかってもうその、はい、なんですか、晴れて日差しが、ね、開けられるっていう、そう、うん、だ割とそのアメ車ってその緊急じゃ、昔のアメ車とかって緊急じゃないけど、はい、雨降らないし、そうですね、はい、応急的に屋根も閉められますよっていう、はい、ヨーロッパ車だと開けられますよっていう、そうですね、だ全然車の作りが違ってくるっていう、はい、そういった意味合いでもヨーロッパのその考え方は日本の気候に合ってるのかなと思いますね、そうですね、はい、なんだかんだ言って結構雨多いですからね、うん、日本って、うん、アジアだから。で、最近どのメーカーのどの車もなくなりましたけど、はい、カブリオレで防水が弱い車ってなんかね、この辺フロントガラスのこの付け根、はい、A ピラー、はいはい、この辺がねものすごい揺れる感じがするんですよ。うんうんうん、そういうのがもう皆無ですから、もともとドイツ車ってすごいなと思いますね。あのこの A ピラーの剛性も半端ないんですよ。当然ですよね、屋根がないので万が一の横転の時とか。あの気になる方はぜひポルシェの992 の,、うん、そのフレームの構造で調べてもらうと分かるんですけど、本当に全部違う素材使うんですよ。ここと元とフロアと、はい、で各そのセクションの接合部と。ちょっと私後で調べます。はい、だ本当に繰り返しになりますけど、はい、こういう高速のつなぎ目越えても、はい、コーナー曲がっても、うん、もう全然クーペと変わらないぐらいの剛性感、うんうん、いいですね。で今はスポーツモード、スポーツモードです、はい、ちょっとノーマルに戻しまして、はいはい、バルブもこれ、うん、閉まってますよね。あ、今閉まりました、はい、あら超静かですね。ジェントル本当だ、ジェントルメンです。やっぱ99に言われるように乗り心地がだいぶこう良くなったというよりもなんか動きが落ち着いた感じというか、そうですね、重厚な感じ、はい、いい意味で鈍重じゃなくて、うん、正直スポーツ、スポーツプラスは少しこう固めですけど、そうですね、はい、ノーマルであれば、うん、割と足は、うん、オプションで PA 同じ PASM でもスポーツっていうのがあったんですよね。あ、そうなんですか。そう、1センチダウンのやつが。あ、なるほど。それちょっと私乗った時ないんで、はい、ちょっと比較のしようがないですけど、でもこの車で考えるとスポーツ、スポーツプラスにしただけで相当スポーツ走行は楽しめるのかなみたいな感じはありますね。いや、いいな、土また欲しくなっちゃったよ。ガブリオレいいっすよね。え、僕も何気にいつかはカブリオレって思ってる人間なんで。本当ですか。はい、だからなかなか4人家族だともう完全に趣味の車として割り切らないと、うんうん、まあ、中には多分前なんか聞いたことあるんですよね、4人家族だけどカブリオレ買いましたみたいなそういう猛者の方もいらっしゃいますけど、はい、やっぱりその荷物の面でも、まあ、クーペだったらそのリアシートの後ろに少しだけスペースあるじゃないですか、はい、あそこを潰してこう屋根が畳むんで、うん、まあ、そうですね。あと4シーターといえどもどうしてもリアシートがミニマムになっちゃうんで、そうですね、はい、カブリオレだとその辺がね厳しいかもしれないですけど、でもその家族構成だったりとか、はい、そういった環境が許されるんであれば絶対ありの選択かなみたいな感じはしますね。そして今回高速なんでなかなか途中で開け閉めできないですけど、はい、ルーフ自体は12秒で早いですよね、はい、これ4シーターオープンとしたら相当早いです、はい、で一応50キロ以下50キロ以下ですね、はい、まで動作可能ということで、はい、うん、だとさっきちょっと下見の時に話が出ましたけど、はい、開くのも大げさじゃないっていうのがいいかなっていう、うん、あ、そうですね、はい、リアバンパーより後ろに行かないんですよね。行かないんですよ、はい、はい、キワキワで止めたりとかしても、ね、まあ、安心して開けられる、はい、
あの引き合いに出すわけじゃないですけど、うん、SL が結構ワイルドな、ね、そうワイルドな開き方するじゃないですか。開き方しますね。あれはあれで味あっていいですけどね。はい、ですね。気持ちいい、うん、で BDK が優秀なんだよな。はい、でこの BDK も992の BDK ミッションってめちゃくちゃちっちゃいらしいですよ。ちっちゃいの？あの全長がすっごい短い。ああ。なんか4軸になってて、うん、もうとにかく詰めてあるらしいですよ。4軸なんですか？普通はインプットとカウンターとアウトプットで3軸だけど、はい、4軸になってるらしいですよ。はあ。で4駆用にちゃんとその4駆用のシャフトも出るところもちゃんと全部ついてて。なるほど。ZF 相当頑張ったんですね、開発。他の車に応用効かないですからね。だよね、専用だもんね。だすごいお金かかってるんですよね、うん、ボディもそうだし、エンジンもそうだし。うんうん、じゃあ最後になりますけれども、うん、結構カブリオレいいなと思っても、うん、二の足を踏んでる方、うん、躊躇されてる方って、うん、意外に多いんじゃないかなと思うんですよね。すごく多いと思います。ですよね、はい、屋根開けるみたいな、はい、ちょっと派手すぎじゃない、うん、思う方もいらっしゃると思うんですけども、はい、やっぱり今回改めて思ったのは、うん、この車のこの体験って、うん、プライスレスだなと。ですね、はい、うん、絶対クーペでは得られない体験ができるじゃないですか、はい、でしかもこの911のカブリオレって、うん、まあ、この辺の価格帯のカブリオレにしては非常に乗りやすさもあるのかなと。普通に乗れますよ。ですよね、はい、日常使いで乗れるんで、大げさな言い方じゃなく。で私お客さんによくその僕土知ってるように屋根開く車大好きじゃないですか、はい、皆さんに言うんですけどカブリオレなんて開けないよって言われるんですけど別に開ける必要ないじゃないですか。でそういう場所に行った時に年に1回でも2回でもいいから開けてほしい、開けてみたい、その大きいアドバンテージを感じる。それができるできないはもう圧倒的なアドバンテージ、超えられない壁ですからね。です、はいはい、でなおかつ、まあ、需要も、まあ、台数も、まあ、少ないですけどもやっぱり欲しい方っていらっしゃる車だと思いますんで、はいはい、ぜひ気になる方は現車見ていただいて、うん、検討していただくといいんじゃないかなと思います、はい、というわけで今回はポルシェ911カレラ S カブリオレをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。